この羊の絵が修復され、こうなりました。あ、羊が漫画チックになってしまった。また猿にされたキリスト、この猿よ御代の日へ行く再び。素人が修復を勝手に行いやがって。って思いませんでしたか？実はこれ、素人が修復したのではなく、プロが修復した羊です。プロが修復した羊なんですが、この修復された羊を見たネット民たちは、サルキリストの再来とばかりに、ミームを作ったり、有名人と並べたり、ちょっとしたお祭り騒ぎになりました。ヘントの祭壇画。12枚のパネルで構成された巨大な祭壇画で、フランドル人画家の兄弟、フーベルト・ファン・エイクとヤン・ファン・エイクによって作成され、1432年に完成しました。この12枚のパネルの両端の8枚のパネルは畳めるようになっています。8枚のパネルの裏側には絵が描かれていて、畳んだ状態にしても新しい絵が鑑賞できるようになっています。パネルにはこの祭壇画の依頼者のヨドクス・フィエトと妻のエリザベト・ボルルート、聖書の物語に関連する絵が描かれていて、一枚一枚丁寧に事細かく宗教的場面が表現されています。この絵が辿った歴史はこの絵のように複雑で、バラバラにされたり、また組み立てられたり、燃やされそうになったり、光悦がかけられたり、強奪されたり、ナポレオンに盗まれたり、ナチスに盗まれたり、ナチスに危うく爆破されそうになったりしました。1934年に左下のパネル、正しき裁き人が盗まれた時は、警察に連絡されましたが、警察はその時チーズ屋に入った泥棒の対応で忙しく、パネルの盗難事件を後回しにされました。その後数ヶ月にわたり、パネルを盗んだ犯人が12通手紙を書き、身代金を要求しました。しかし身代金が支払われることはありませんでした。そんな中、パネルが戻るまでの代わりとして、画家のジェフ・ファンデルバーゲンが複製画を描きました。複製画の出来があまりにも素晴らしく成功だったので、実はジェフ・ファンデルバーゲンが犯人で、彼は本物のパネルの上に少しの絵の具で色を塗って複製画と言っているんだ、という人まで現れました。実際彼が絵を盗んだという確固たる証拠はなく、今でも事件は未解決のまま。本物のパネルも戻らず、ヘントの祭壇画の左下のパネル、正しき裁き人は複製画のままです。防具の光の反射や、木々、聖堂、合唱している天使たちがコーラスのどのパートを担当しているかわかるほど、舌や歯などの細かい部分が精巧に描かれているヘントの祭壇画。ヘントの祭壇画は細部まで見るのに何時間でも、何日でもかかってしまいそうです。さて今回の動画の主役、ヘントの祭壇画の主役的なパネル、神秘の子羊と礼拝者たちの神秘の子羊について。2010年ベルギー政府の依頼で、このヘントの祭壇画は査定にかけられました。その時の査定額は13億ドル。これにより、ヘントの祭壇画は世界で最も価値のある美術品の一つとして認識されました。査定時、専門家たちは、ニスが茶色に変色している、塗料が隆起している、ホコリが溜まっている、などの数々の問題点を見つけました。この時派遣されたクリーニングチームは、ホコリが積もっていたヘントの祭壇画に自分のイニシャルを指で書いていたそうです。世界的に価値のある美術品がそんな状態ではいけないと思ったベルギーの美術館は、ヘントの祭壇画修復計画を立て、2012年、本格的にヘントの祭壇画の修復が開始されました。しかし修復チームはすぐに外側のパネルの 70% が16世紀から17世紀の間にオリジナルの絵とは別の絵の具で上書きされていることを発見しました。それから大規模な修復が必要なことが分かり、修復チームは数年にわたり顕微鏡、赤外線反射法カメラ、X 線などを使い、絵を端から端、絵の具のかけらからかけら、原子から原子くらいまで細かく調べ上げました。修復チームはきれいに修復し、フーベルト・ファン・エイクとヤン・ファン・エイクが描いたオリジナルの絵に近づけていきました。16世紀から17世紀に修復した人たちも、ほぼオリジナルの絵になぞらえて修復していたみたいですが、
細かいニュアンスや光や影の入れ方が微妙にオリジナルとは違ったようです。この2012年から始まった修復プロジェクトにより、この絵の依頼主のヨドクスフィエトが描かれている絵には、クモの巣が描かれていることなど、新たに発見されたことがたくさんありました。数年にわたる細かい修復作業を終えた後、チームはついに神秘の子羊に手をつけました。その結果が、元の神々しい子羊から、漫画チックな目の、スンとした子羊に変わってしまいました。修復チームに意識高い系の素人が紛れ込んで修復したと思いたくなるような絵になりましたが、これは本当にプロが修復した結果なんです。修復チームのリーダーヘレンさんは、羊がこのように描かれたのはこれが初めてのことではなく、中世の頃から人面っぽく描かれた羊は存在したと語りました。宗教画において羊はキリストの象徴なので、しばしば羊の顔が人面っぽく描かれることがあるそうなんです。この修復した後の羊の絵が公開され、ソーシャルメディアに画像が載ると、サルキリスト再び、今度は人面羊だ、とばかりにネット民たちはお祭り騒ぎを始めました。大半のネット民たちは修復がどのようにされたかなんてあまり興味がないので、この修復された羊の容姿についてだけ、面白おかしく取り上げました。ネット民たちがあまりにも騒ぎ立てたせいなのか、修復チームのリーダーヘレンさんは、馬鹿げたツイッターのせいでたくさんの誤解が生まれている、とコメントを出しました。修復される前の神秘の子羊の絵を見ると、耳が4つあり、確かに羊が大幅に上塗りされ、改ざんされていたことがわかります。きっと16世紀から17世紀にヘントの祭壇画を修復した人たちは、こんなに精巧な絵なのに、羊だけ浮いている。何かの間違いだ。と思って修復したのでしょう。実際の羊の写真と比べてみると、リアルに描かれているように見えなくもない気がしますが、やっぱりちょっとデフォルメされている感じもします。何が変なのかじっと見て気がついたんですが、この羊、圧倒的に口が変な感じがするんです。タラコ唇というか、そりゃこんな感じに加工されちゃうよねって思ってしまいます。この羊はヘントの祭壇画の主役とはいえ、実際頭の大きさはクルミの大きさくらいしかありません。なのでこの羊の姿のせいで他の部分が目立たなくなってしまうのはもったいないことなんです。祭壇画の植物は一本一本どの植物かわかるくらいリアルに描かれているし、布のシワ、質感などもさすがヤンファーエイクとしか言いようのないくらいリアルで、とても美しいです。羊ばかりに注目が集まってしまったのは、ちょっと残念な気がします。このヘントの祭壇画は細部まで見れるサイトがあり、修復ヒストリーや修復前後の画像、顕微鏡写真、赤外線反射砲カメラの画像、X 線画像などが見られます。今回の動画で使用した画像はほとんどそこからの引用となります。概要欄にリンクを貼っておきますので、このサイトが気になる方はそこからチェックしてみてください。ということで今回は、プロが修復した結果、人面羊になってしまったヘントの祭壇画の主役、神秘の子羊についてでした。ご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またねー。